この動画はディジキーの提供でお送りします。こんにちは。今日は Apple のマジックマウス2を改造します。こちらのマジックマウス2、充電するときにライトニングケーブルを挿すとものすごく無様な格好で充電をしなければならないというのは以前からネットでよく言われています。正直に言うと、もっといいやり方があったんじゃないかと思います。これじゃない感がものすごいです。この現状を少しでもスタイリッシュにするために、マジックマウス2をワイヤレス給電で使えるようにします。このマウスをワイヤレス充電に対応するように改造していくわけですが、その苦労したポイントなども交えながら実際に進めていきます。その前に今日のスポンサーのデジキーの紹介です。どうぞ。なんとデジキーが関西ロボットワールド2024に出展します。2024年5月30日から31日の2日間にかけてインテックス大阪で出展します。出展ブースではディジキーから調達した部品を使って試作量産をした製品を体験できます。 VR 体験やロボカップサッカーのデモも実施予定です。企業で働いている方以外にも学生さんも大歓迎ですので、ぜひ行ってみてください。あとはブースまで実際に行ってもらうと、トランジスタ技術とディジキーがコラボした漫画もプレゼント中です。ブース番号は314です。314円周率です。というわけで実際に来場よろしくお願いします。今回マウスを改造するにあたって何台か分解しています。分解してみると分かるのですが、ライトニング端子を生やす場所が底面以外には見つからないような、そういった設計です。こちらの左右側面のどちらかにライトニング端子を配置すると基板が1枚増えてしまいそうです。マウスを握った時に指先側や手首側にするとデザインが割と台無しになってしまいます。このデザインを大事にするために、底面からライトニングケーブルを生やす充電方法になったのだと思います。ワイヤレス充電対応にするわけですが、ワイヤレス給電のモジュールをこのマウスにどうやって組み込むのが良いのかをひたすら考えてみました。こちらのマウスの中にフレキシブル基板が入っています。これの取り扱いがかなり難しいです。こちらのフレキ基板、引っ張ると簡単にちぎれてしまいます。こちらがワイヤレス給電モジュールです。こちらの左側の送電モジュールと右側の受電モジュールを組み合わせます。中央の部分に巻いてあるコイルがありますが、これを2つこのように重ね合わせて使います。ちなみにこちらのワイヤレス給電モジュール、今日のスポンサーのデジキーで購入しました。送電側に電力供給して、こういう風にモジュール同士を近づけると送電が始まります。こんな感じで完全ワイヤレスです。ただ位置に関しては結構敏感で、こういう風にずらしていくと消えてしまったりします。コイル間の距離が離れてしまっても、このように送電はできなくなってしまいます。ちなみにこちらの受電部分については地位対応しています。こんな感じで普通に使えてしまいます。こちらのワイヤレス給電ですが、時速を介して電力のやり取りをします。今回の場合は電磁誘導方式なので、変圧器と同じ動作原理です。ちょっと原理を分かりやすくするために、今回は磁石を使ってデモンストレーションしてみます。こちらの送電コイルには交流の電流が流れています。それによって交流の時速の変化が発生します。今回使うのはこちらの磁石です。一定の時速が出続けています。この一定の時速が出ている磁石をコイルの近くで動かすとどうなるのか、ちなみにこちらのコイルは受電モジュールだと仮定します。磁石を近くで動かすとこうなります。わかりますか？波形が変化していますね。この磁石の時速が強ければ強いほど波形の振幅は大きくなりますし、そしてこの磁石の動くスピード、つまり時速の変化が速ければ速いほど、コイルから出てくる電圧の振幅は高くなります。で、ワイヤレス給電で磁石をこういうふうに動かすわけにもいかないので、こちらの送電コイルに電流を流して時速を作ります。今送電コイルから出ている時速を見ています。こちらのモジュールは地位規格で動いているので、常に信号を出して受電コイルが近くにいないかを見続けています。こういうふうにですね、受電コイルを近づけていくと更新が始まって、このように電圧が出るという状況になります。このようにしっかりと充電できています。 LED が光っていますね。そろそろ工作を始めていきます。こちら接続が Type-C ではなくてライトニングです。 USB Type-C なら部品調達も結構簡単なのですが、ライトニングなのでコネクタ部分の入手性がそこまで良くはないです。ですので今回はコネクタ部分、こちらダイソーから発売されているコネクタを使うことにしました。ケーブルを切断、
コネクタを剥いてみると中はこんな感じになっています。さらにこちらの透明な樹脂を剥きます。こんな感じで剥けました。こちらのライトニングと受電モジュールをハンダ付けします。実はこれで下準備が完了です。こんな感じで充電してみると、はい、充電できていますね。ここでマウスが充電できているか見えるのですが、このように受電モジュールを近づけると充電中のマークが出て、離すと充電が消えると。結構反応いいですね。これ下準備が終わったので、こちらの受電モジュールをなんとか組み込んでいきたいのですが、これが結構難しいというか不可能です。中身を見てもらうとかなりギチギチに部品が詰まっています。そしてこちらのライトニングケーブルもなんとかして中に入れていかなければいけません。ということで今回こちらのモジュールを下に貼り付ける作戦でやってみようかと思います。先ほどから何回も登場していますが、中身はこんな感じです。結構ねフレキシブル基板が使われていて繊細です。思いっきり引っ張ったりすると壊れてしまいます。まずここのネジを外していきます。手が触れる部分のフレキシブル基板を取り外しました。裏面もですね、このようにフレキシブル基板敷き詰められています。こちらの手が当たる部分については、スクロールを検出するための基板が敷き詰められています。どうやら静電容量の変化を検出するタイプのものです。部品をいろいろ見ていくと、こちらにオムロン製のクリックのスイッチがあります。そして結構大型のバッテリーが入っています。 1956mAh なので、マウスにしては結構大容量ですね。そこそこ電池食うのでしょうか。そして制御用の IC であったり電源用の IC なんかがここら辺に並んでいます。コネクターのピッチなんかもものすごく狭いです。ライトニング端子を固定しているネジを外します。この部分にフラットケーブルもあるので、これも取り外してしまいましょう。さらに基板を固定している他のネジも外していきます。こちらの基板を取り外すことができました。次にこちらのバッテリーをですね、取り外していきます。バッテリーはかなり強力な粘着テープで固定されています。なのでエタノールで粘着を弱らせてから剥がします。しばらく放置すると簡単に取れます。もともと貼ってあった両面テープは除去して、新しく両面テープを裏面に貼り直します。そしてこのバッテリーを入れていくわけですが、もともとこう向きで入っていたものを逆向きにして入れると。はい、次、先ほど取り外した基板を元に戻していきます。フラットケーブルの位置が微妙に変わっていますので、そこだけ注意ですね。入りました。取り外したネジは元に戻していきます。先ほどライトニングケーブルから取り出した先端部分は、このままだと線が切れて使いにくいので熱収縮チューブで固定します。さらにもう一回。ここからが少し複雑になってきます。フレキシブル基板を固定していたこの金具を少しだけ加工します。こことこの2箇所を切ります。こんな感じで切ってしまいましょう。はい、加工ができました。そしてもう一つだけ下準備があります。マウスのこの部分に樹脂がありますが、これを除去します。この部分にちょっと削り跡がありますが、これはやらなくても大丈夫です。マウスを組み立てるための下準備2つが完了しました。これからマウスを組み立てていきますが、ここからが少し複雑です。まずマウスの手のひらが触れる部分を接続していきます。つなぎました。バッテリーから出ているフラットケーブルはいい感じに収まっています。そして次、もう一つのフラットケーブルあるのですが、ここに接続します。これはなかなか配線が狭くて窮屈で大変ですね。よし、はい、カチッと入りました。2つとも入ってます。そして次、先ほど加工した金具を使ってフレキシブル基板のコネクタ部分を固定押さえていきます。こちらフラットケーブルを固定するだけではなくて、基板の固定も兼ねているネジです。慎重に締めていきましょう。よし、いい感じですね。
そして蓋を閉める前の最後の工程です。先ほど加工したライトニングケーブルをライトニング端子のあった部分に通していきます。よし。方向に注意して、そして中のライトニング端子とケーブルを接続します。フラットケーブルがちぎれないように注意しましょう。これで蓋を閉じます。蓋が閉じました。ライトニングケーブルの部分が完全に中に収まって、こんな感じでクリックも問題なく効きます。ワイヤレス受電モジュールの方にハンダ付けをしていきます。こんな感じで受電モジュールを接続しました。絶縁のためにカプトンテープを貼ります。あとはマウスの底面部分についているよく滑るためのプラスチックも取ります。使いません。とりあえずはできたのですが、これですと受電モジュールの部分がプラプラして邪魔なので、それを固定するための部品も作りました。こんな感じでくっつきます。両面テープでくっつけて、さらにここも両面テープで留めてしまえば、はい、完成です。こちらのワイヤレス受電モジュールを固定する部品、3D プリンターで作成しています。実は何回も試作を繰り返しています。こちらのプラスチックの部分が厚すぎると、レーザーかセンサーがあるのですが、その動きが悪くなってカクカクしてしまいます。逆に薄すぎるとふにゃふにゃで強度が不足してしまいます。実際に見てみると、このように置いた時にセンサーの位置がほとんど変わらないように設計しています。少し傾斜をつけているんですね、これは。何も改造していないものと比較すると分かるのですが、このようにセンサーの位置ほとんど変わりません。あとこれは人によるかと思うのですが、若干握り心地も改善しています。私はですね、割とマウスをこういう風に掴んで持つタイプなので、この親指の部分と小指の部分がここでしっかりとホールドされます。なのでこういう風に結構動かしやすいんですね。逆にこちらの何も改造していないものですと、何もホールドするところがですねないので、結構不安定というか使いづらいですね。人によってはこういう風に置くだけみたいな人もいるかと思います。まあそういう人ですと、ちょっと高さがですね、この後ろの部分少し高くなりますので、少し違和感が出るかと思います。結構いいですね。受電モジュールを組み込んだマウスは完成しましたが、次は送電モジュールの組み立てです。こちらは特に難しいことはなくて、モジュールを入れるケースを 3D プリンターで作成しました。こちらの部分をよく見てみると磁石を仕込んであります。これは何かというと、マウス本体の同じ部分にも磁石を仕込んでおいて、こういう風に充電するときに位置合わせをしてくれるというものです。まあ磁石がですね、あんまし強力なものを使ってないので、位置合わせの強さとしては結構弱めです。ですけども、なかなか面白いギミックを入れたと思ってます。ではこちらのマウス実際に使ってみます。電源入れます。シュッと。マウス自体がペアリングされましたね。来てます。マウスがペアリングされましたが、こんな感じで動きますね。上下と左右問題なく動きます。ちゃんとクリックもできますね。なかなかいいと思います。こんな感じで2本指を使えば当然スクロールもできてしまいます。ちょっと使いにくくなったりしないかなとか思ったりしたんですけども、普通に使えていますね。マウスカーソルがカクカクしたりとか、あとは減速したりだとか、そういった現象は発生していません。肝心の充電機能を見てみます。この上に乗せると、あ、来ました。今充電のマークがついています。これ上に浮かすと充電が止まって、でまた下に行くと充電が始まると。このくらいの位置でやるとしっかりと充電が始まります。なかなかいいですね。反応も結構早いですね。ただですね、C はそうなんですけど、位置合わせが結構シビアだったりします。でこのワイヤレスで充電ができると何がいいかというと、もう置くだけで充電ができてしまうと。ライトニングケーブルを挿す手間もありませんし、そして何よりこのような変な格好で充電をしなくても済むというのがワイヤレス給電のメリットです。まあでも一番のメリットはやはり置くだけで簡単に充電ができるということですね。というわけで Apple Magic Mouse 2を改造してワイヤレス給電をできるようにしました。このプロジェクト結構難しくて、特にワイヤレス給電の受電モジュールをどこに入れるか非常に悩みました。
いろいろ試作段階で試しています。例えばこのマウス本体の中にモジュールを入れてしまうと電磁誘導の持続がかなり届きにくくなってしまって充電ができませんでした。なので今回は底面部分に外付け用の部品を 3D プリンターで作成して、そしてそこに受電モジュールを入れるというやり方を採用しました。それ以外にも今回こちらのマウスを実は3台くらい壊しながらいろいろと試作を重ねてきました。どこに何を入れる、どういうふうに接続するか、そしてこういった 3D プリンター製の部品なんかにもそこそこ時間をかけています。なので今回のプロジェクトは割とですね、お金と時間をかけたプロジェクトになりました。まあでもこういうふうにワイヤレス給電できたのでなかなかいい結果になったんじゃないかと思います。というわけで、もしこの動画が役に立ちましたら、コメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。イチケンの公式 LINE もやっています。そこでしか流さない情報であったり、あとはイチケンが Amazon で販売している製品のクーポンなんかを時々流したりしています。ぜひ友達になってもらえると嬉しいです。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。動画の最後になりますが、イチケンチャンネルを企業の PR に活用するのはいかがでしょうか。イチケンでは製品の宣伝、工場見学、アウトリーチ活動、人材採用への活用など幅広く対応いたします。これ以外にもお気軽にお問い合わせください。動画を作成すればその後は再生され続けて動画が代わりに営業してくれます。やるなら早くをお勧めします。実績や詳細は概要欄にあるメールアドレス、ホームページからご連絡ください。それではご連絡お待ちしております。イチケンが作ったブレッドボード基板や配線済み LED 製品などの電子工作グッズを販売中です。詳しくは概要欄から。